新春スペシャル。新春スペシャル、皆様明けましておめでとうございます。明けたね。明けた。そうじゃん。あの毎年明けるけど。明けましたね、今年も。今年も明けたよね。いやすごい縁起がよく皆さん、あのいやいやもう最高で、ド頭からあのコールド、はい、コール何ですか。あの新春から悪いんだけど。まだエンジンかかってないですか。あの新春から悪いんだけど、はい、ちょっとあのスナッピー落としてもらっていいかな。それな、今年もな。そうよ、そう、今年もスナッピーな。喋るときスナッピー落とさないとあのチャラチャラ言っちゃうからね。まあ、そうちゃんの声がもうスナッピーがかかってる。あの皆さん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、世の中があれであれしてる時なんで。そうなんだよ。今日はあのマスク着用でちょっとあのソーシャルディスタンスプラス、そう、マスク着用で。大事だよ、ね、増えてるから。はい、ちょっとお届けしていきたいと思ってるので、うんうん、あれですかね、ちょっと声が聞き取りづらいとか、ちょっとね、こもってたりとかね。はい、そうちゃんの声がね、別に普通で喋ってても超聞き取りづらいんですけど、そうなの、マスクをしてることによってさらに聞き取りづらくなる可能性があるので。そうなっちゃうの。あのパニックさんの声が聞こえないっていうふうにもしね、あったらとしたら、いつも通りあのツイッターで鉄を使う、ね、あね、そういうのやろう、ちゃんとチャンネル。それはあの相方さんの役目でした、すいません。今回もてっチャンネル、かっこかり、かっこスーパー新春スペシャル、ご覧いただきありがとうございます。明けましておめでとうございます。いつも通り業務連絡をしたいと思います。てっチャンネル、こう見えても、皆さんお気づきだと思うんですが、生でやっております。生放送ってことですよ。生放送でやっております、はい、生放送、はい、生演奏ってことですよね。そうです。はい、でですね、ちょっとこのプラットフォームのパソコンだと意見の交換がなかなかできないので、今日初めて見てくださっている方もいると思うんですが、ツイッターの方で、いろんなつぶやきをみんなにしていただいて、トークコーナーであの演奏中いっぱいつぶやいてもらって、後でトークコーナーで拾わせてもらいます。でハッシュタグが決まってんだよね、てっちゃんね。今年も行きますか。今年も行っちゃうよ。はい、いつものやつで、ええ、あ、言わないの。いや、あ、俺が言うんですか。あ、言ってください。どうぞ。じゃあハッシュタグ、鉄どすこいです。ハッシュタグ、ひらがな鉄どすこい。あれ今日今年も出てるのかな、この画面の右下かな。あ、皆さんから見て左下になるんですかね。そうだね、出てます。出てる、こっちか。出てます、出てます。あ、こっち出てますね。出てますね。出てます、出てます。ここにあのつぶやいていただくとですね、僕たち尻尾振って喜んで絡んでいきます、ね、間違いなくもう大好きなんです。後でこれを見るのが、はい、あのね、紹介していきましょうか、はい。じゃあ2番目に、ナイスソロを弾いていただいたですね、キーボードマコティ、ダダダダダダ、いつものマコティ。もうあのてっチャンネルではおなじみになりましたね、マコちゃんも。はい、2回だけ。
で今回3回目のご貴重なパートです。貴重なパートですね、はい、ご紹介しましょう。紹介しましょう。です、橋本達也。まあ今日のゲストはさ、なかなかもうスーパーになってからの新春スペシャルに、なんつうんですか、リハーサルからご機嫌だったもん。はい、もうもってこいというか、いやもう来ていただけるなんてありがたいですっていうようなね、ちょっと立場でちょっと、はい、呼ばさせていただきましたけども、今日でもリラックスしてるね、はい、じゃあお呼びしてみましょう、メイズ片桐舞子。ダダダダダダドン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 。あー来た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 。あーなんかもう撮ってる、向こうも撮ってる、取り返してる、取り返してる。あーなんかもう、あーいいですね、光ってますね。マイコリンの登場だよみんな。いや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 、こんばんは。こんばんは。マイコです、片桐舞子です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けおめね、うん、なんつうんですか、この新春スペシャルで第1回目でね、舞子ちょっと会えるのはちょっと今年縁起がいいなと思います。いやなんかありがとうございます。Oh,
がいるの分かってて、もしもあなたと二人で話せたら何かが変わっていたのかな、もしも彼女がいなければ私たちの未来も変わっていたのかな、愛してば愛してば届かない想いだけが私には大切な思い出に変わって、いつの日かこの瞳も忘れてしまうのかな、過ごしたこの部屋の今はすっかり空っぽになって寂しそうだが、もう引っ越すんだそれじゃまたね、神様がくれた最後のいたずら、今日もあの場所に行けばもう一度あなたに会える気がするよ、 yeah, yeah. この街を出るから、もう二度とあなたに会うこともないんだね、愛してた愛してた綺麗な思いのまま、いつまでも続くように願いをかけたね、忘れないで忘れないで愛し合ったあの日々は、oh, 出会えてよかった I remember you、oh, I remember you、私だけ